この時間はゲストを迎えしています。本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード4445リビンテクノロジーズ株式会社代表取締役社長の河合大夢さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが社長、はい、御社 の、 ビジネスの概要といいますか事業モデルのお話からお願いします。かしこまりました。じゃあまず会社の概要からご紹介差し上げたいと思います。はい、当社リビンテクノロジーズ株式会社と申しまして、設立2004年の1月です。今で16期目の会社になります。はいはい、で事業内容はですね、不動産プラットフォーム事業と申しまして、ウェブテクノロジーと不動産を融合したプロダクトの開発と運営というのを行っております。具体的には追ってご紹介差し上げたいと思います。はい、今従業員数はですね69名でございます。はいはい、16年目で上場とこういうことです。あ、15年、はい、15年ですか。あ、そうですね、丸々15年ぐらいになります。はい、丸15年というか、はい、で概要の事業の全体像ということから。はい、はい、で事業の全体像なんですけれども、はい、この不動産プラットフォーム事業と申しますけれども、我々はですねこの不動産会社さんのビジネスの基盤となるようなサービスをウェブを通じて提供していこうというものがございます。はい、お客様、まあ、不動産会社さんとか、まあ、住宅関連の会社さんになるんですけれども、まあ、現行ですね、主に提供しているのが、不動産会社さんへの、まあ、見込み客の、送客ですね。はいはい、であとは人材の紹介、不動産会社さん専門の人材の紹介、うん、であとは不動産会社さん向けの、ビジネス情報の提供であったりとか、あと不動産会社さんの認知度をアップするようなですね、広告商品というのを取り扱っています。で中でもその見込み客の送客と、人材紹介という部分を我々ではマッチングサービスと呼んでまして、はい、ビジネス情報の提供と認知度アップする、広告を、ブランディングサービスと呼んでます。これらをですね総称して、不動産プラットフォーム事業と我々は、定義付けしております。なるほど。はい、図で、いただいていると思うんですけども、はい、次の図で、はい、これがですね、はいはい、で我々のですねそのメインにしているその見込み客の送客というところがについてですねちょっとご紹介差し上げたいんですけれども、はい、まあ、不動産売却査定をですね中心とした成功報酬型メディアのですねリビンマッチというのを展開しております。どういうものかといいますと、 ものすごく簡単に申し上げますと、まあ、不動産を売りたい人がですね、まあ、複数の不動産会社さんにいくらぐらいで、不動産売れそうなのかというのを一気に問い合わせができるというようなサービスでございます。はい、まあ、一括査定とか、我々は呼んでるんですけれども、はい、もうちょっと具体的に申し上げますと、まあ、エンドユーザーさんですね、いわゆる不動産持ってる人です。はい、不動産持ってる人が、まあ、自分持ってる不動産売りたいなと、はい、思ったら我々のサイトリビンマッチに、はい、やってまいりまして、そこで自分の持っている不動産の情報ですね、例えば、住所だったりとか、はい、面積だったりとか、はい、まあ、あとそうですね築年数だったりとか、間取りだったりとか、はい、まあ、そういうものを入力するとですね、その物件を取り扱えるよと、いう不動産会社さんが我々に登録している会社さんの中からですね、まあ、複数抽出されてきます。はい、例えばこう ABC 社さんみたいな感じで、まあ、3社あった場合、この3社にですね一気にいくらぐらいで売れるのかっていうのを問い合わせできるというような形になります。でこの問い合わせを受けた不動産会社さんは、このエンドユーザーさん、問い合わせしてくれた人に直接、まあ、いくらぐらいで売れそうですよと、まあ、査定額のご提示だったりとか、っていうのをして、ご商談に結びつけていただけると。で我々は不動産会社さんにですねその問い合わせがあった件数分だけ、ご利用料金を請求するという、その不動産会社さんから見たら成功報酬型のですね、まあ、インターネット広告メディアというのを、はい、運営しています。でもうちょっとですねちょっと利用のメリットをまとめますと、はい、まあ、エンドユーザーさんから見たですね、まあ、不動産所有者ですね、から見ると、まあ、複数の不動産会社さんに、まあ、無料で、一気にですね、問い合わせできるんで、まあ、査定額だったりとか、まあ、業者さんの比較っていうのを、まあ、簡単に行うことができるというのがあります。で不動産会社さんからすると、まあ、従来ですねこの不動産売りたい人の情報っていうのは、まあ、チラシだったりとか、まあ、あとはポスティングとかですね、まあ、そういう、紙の広告を使ってですね主に集めてたんですけど、まあ、
紙の広告だとやった効果っていうのはやってみないと分かんないっていう、そうですね、はい、何件問い合わせ来るかっていうのは分かんないという形になるんですけど、我々のサービスですと、もうあらかじめ1件いくらっていうのが決まってますんで、はいはい、その問い合わせがあった分だけ利用料が発生するという成功報酬型なので、まあ、高い費用対効果が見込めるというのが特徴になってます。なるほど、はい、あと特徴を書いていただいているんですが、御社のですね、はいはいはい、我々の特徴ですね、まあ、ちょっと4つございまして、まず1つ目が今申し上げたようなその成功報酬型のビジネスモデルであるという点ですね、はい、で2つ目がですね、不動産売却を中心にしたニッチなカテゴリーに特化したサービス群というところです、まあ、不動産売却以外のサービスも、やってますというところですね、はい、であと3つ目が、送客と業務支援システムをセットにした成約率を高めたメディアであるというところと、まあ、最後がですね、2400の加盟店さん、まあ、いわゆる不動産会社さんなんですけど、すでに我々加盟店もございますんで、まあ、そこがですね年間9万件のマッチング実現しているよというのがあります、うん、はい、それぞれについてお話をいただければと思います。はい、はい、でそれぞれについてなんですけど、はい、まずですね、サービスラインナップですね、不動産売却我々メインだと申し上げたんですけれども、まあ、不動産売却以外にもですね、はい、不動産の買い取りだったりとか、あ、はいはい、まあ、あとは土地活用をできる会社さんの比較だったりとか、まあ、任意売却賃貸管理会社さんの比較、はい、リノベーションできる会社さんの比較だったりとか、はい、まあ、注文住宅を建てられる会社さんの比較だったりとか、はい、というのを行ってます、まあ、あと新規事業としてはですね、不動産会社さん専門の人材紹介サービスというのも行っています。なるほど、まあ、こういう形で、まあ、サービスラインナップが、まあ、豊富にあるというところになりますね、はいはい、で次なんですけれども、はい、ネットのメディアですと、まあ、基本的にはですね、はい、まあ、送客がビジネスになるんですけど、我々は単に送客するだけっていうんではなくって、不動産会社さんのですね、まあ、業務の支援をするシステムっていうのを、まあ、送客と同時に、提供して不動産会社さんの成約率をアップしていこうというような仕組みが、まあ、同時に提供をしています。例えば、不動産会社さんの、取引の進捗管理のシステムだったりとか、はいはいはい、まあ、査定書の作成、だったりとかっていうシステムをですね、一緒に提供しているという形になりますね。なるほど、これは不動産社の、はい、事業所契約している事業所の不動産会社さんはこれが使えるということになるわけですね。ありがとうございます。なるほど、はい、さて事業所の数ですよね、はい、伸びているんですが、で次がですね、全国2400の、加盟店網が、あるというところなんですけど、うん、我々、まあ、この事業を始めて、まあ、およそ13年ぐらいなんですけれども、はい、地道にですね、加盟店さんというか、まあ、不動産会社さんの数、積み上げてまいりました、前期ですね2018年9月期で、まあ、2400超える不動産会社さんがあるので、まあ、全国、はい、まあ、まあ、大体どこのエリアでもですね、不動産の査定ができるというような形になってまして、まあ、その結果としてですね約9万件のまあマッチングっていうのを実現できているというのがございます、はい、これは2400っていうのはまあ頭打ちだとかいうんじゃなくてまだまだ増えそうだということなんですね。もうまだまだ増えますね。我々まだまだ取れて、やっていただける会社さん増やして、いきたいというふうに考えてます。10年経ったら10倍ぐらいになりそうだみたいなイメージってありますんですかね、数がですね。10倍はちょっと分かんないですけど、でもまあ大きく増えることは間違いなく、あ、はい、もう間違いなく大きく増えてます。なるほど、はい、さて業績の話もお伺いしたいと思うんですが、まず、はい、営業収益と利益ですね、はいはい、直近ですね、まあ、前期になるんですけども2018年、まあ、9月期においてはですね、売上ですね、あ、営業収益ですね、18億ですね、はい、18億2500万になります。でその時のですね、経常利益が2億5100万円という形になってます。で現行今進んでいる期ですね2クォーターまで、終わってまして、営業収益、経常利益とも、順調に、推移しているという形になります。この利益率が大きく向上した要因というのはどんなものなんでしょうか。はい、広告戦略のですね、まあ、が洗練されてきたというのが、まあ、一番ですね、はい、我々非常に強いですねマーケティング部隊持ってますんで。なるほど、はい、まあ、営業事業効率が上がったということですよね。はい、ありがとうございます。はい、さて、領域ですね、今後の領域の話もちょっとお伺いしたいと思うんですが、はい、
今後のまあ成長戦略というところでは、まず我々が一番得意にしている不動産売却領域伸ばしていきたいと、はい、でそれ以外にですね、不動産売却以外の不動産領域ですね、というのも拡大させていきたいなというふうに思っています。まあ、未着手ですと、例えば相続だったりとか空き家活用だったりとか、不動産投資というのも、まあ、ウェブのメディアとして、まあ、面白いと思ってますし、まあ、あとは我々 IT の会社でございますので、はいはい、テクノロジー領域ですね、業務管理システムとか物件管理システムというのも、まあ、魅力的に感じてます。なるほど、はいはい、今日公開価格が3900円でしたでしたっけ、はい、今もうついたんでしたっけ、まだついていない、まだですかね、はい、はい、それでは最後になりましたけれども、社長様からですね、テレビをご覧のですね、投資家の皆様にですね、はい、メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、我々ですね、インターネットサービスメーカーとして、まあ、人々の生活に密着した手放せないサービスを提供し、社会に必要不可欠な企業になるっていうのが、まあ、我々が本当に目指している到達点なんです。で我々はですね、まあ、サービスの質を高め続けて、より多くの人々に役に立つことが、我々の目指す到達点に近づくことであって、はい、まあ、それが我々の、存在意義でもありまして、まあ、社会の進歩に貢献することだと確信しています。投資家の皆様、ご支援ですね、これからよろしくお願いします。どうも、今日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。不動産分野の IT っていうのは今後もどんどん発達していくんでしょうね、本当にね。はい、我々が牽引したいと思ってます。そうですね、もちろん牽引していくことになるかもしれ、はい、なるでしょうね、きっとね。ありがとうございます。はい、どうぞ、はい、今後ともどうぞ。そしてもう一言、はいはい、本日東証マザーズに新規上場、先ほど金も叩かれたと思うんですけれども、はい、お気持ち改めて今後の、はい、今いかがでしょう。はい、まあ、本日は上場いたしましてね、はい、公の会社になりまして、はい、まあ、改めて気が引き締める、うん、締まる、はい、うん、思い出ございますので、頑張ってまいりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード4445リビンテクノロジーズ株式会社代表取締役社長河合大夢さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。